イザー M1 は、ヤマハ発動機が、ロードレース世界選手権のモートジッピークラスに参戦、するために開発した、競技専用オートバイ。2002年に、イザー500の後継として開発され、当初は 990cc のエンジンを搭載した。それ以来、イザー M1 は 990cc 時代、800cc 時代、1000cc 時代とコンスタントに開発され続けている。 M1 の M とは、英単語のミッションの頭文字であり、開発技術を市販車開発へ、と、モートジッピーのチャンピオンマシンという二つの使命を表している。2002年シーズンは 990cc4 ストロークマシンと 500cc2 ストロークマシンの混走が許された初めての年であった。ヤマハは2ストローク V 型4気筒エンジンのイザー500から、 4ストローク並列4気筒のイザー M1 への切り替えを決定した。その理由はフレームとエンジンのバランスを考慮したためであった。ヤマハはまたイザー500の良好な操縦性の維持を求め、M1 のエンジンをイザー500の車体構造にはめ込むように設計した。M1 は4ストロークエンジン特有のエンジンブレーキを制御する電子エンジン管理システムを装備した。 新型エンジンは5バルブを装備し、キャブレターによるガソリン供給、排気量は 942cc であった。シーズン後半までには、レギュレーション上限の 990cc まで発展した。フレームもシーズン中に開発が進み、エンジンマウントポジションと燃料体育形状が変化した。M1 は2001年を通して、マックス・ビア・ジー、ジョン・コシンスキー、藤原義彦。 南馬教授の手によって開発が進められた。2002年シーズンは、ビアッジとカルロスチェカが、ファクトリーチームで M1 を走らせ、シーズン終盤には、阿部乗文、オリビエ・ジャック、中野マヤにも提供された。ビアッジは2勝を記録し、ランキング2位となり、ヤマハもマニファクチャラーズランキングで2位となった。2003年シーズン、エンジンはキャブレターから、フューエルインジェクションに変更となり、 エンジンブレーキ制御も安定性を改善するために4つのシリンダーのうち2つに通ずるスロットルバルブを自動的に調節したアイドリング制御システムと交換された。M1 のライバーはチェカ、アレックス・バロス、オリビエ・ジャック、マルコ・メランドリ、中野マヤ、阿部則文で、このシーズンは1勝もできず、ヤマハはマニファクチャラーズランキングで3位となった。 バレンティーノ・ロッシがヤマハと2年契約を結ぶ。伝えられるところによると、1シーズン600万ドルの契約であり、この遺跡はプレスによって彼が噛むことができたものより、多くのものを噛み切ると表現された。ロッシがイザー M1 をホンダ RC211V のレベルに引き上げる、ことは、評価やメディア専門家ばかりでなく多くのファンも、至難の号と考えた。 冬の間に、ホンダのマシン開発は好調に進み、マックス・ビアジとセテジベルナウが、ホンダに、世界タイトルをもたらすのに障害はないと考えられた。一方、ロッシとジェレミー・バージェスだけがホンダと戦う、抵抗勢力であった。バージェスは、ロッシのホンダ時代のチーフメカニックで、ロッシの遺跡に伴って長年共に働いたクルーと、共に、ヤマハに遺跡した。 これは注意すべき遺跡で、ロッシュは自身の自助伝で、いざ M1 でチャンピオンシップに挑むために必要な強固な基盤を提供してくれると書き表している。2003年から2004年の冬のテストの間に、ヤマハはロッシュとバージェスと共同して最大限の努力を払い、大きな進歩を遂げた。組織的な革新とテストで彼らは、 ブレーキングやクイックな操縦性といった M1 の伝統的な利点をリファインし、パワーとバランスでまとめ上げた。いざ M1 プロジェクトリーダーの辻光一は、ロッシア・やバージェスと密接に働き、パワー伝達の改良のため何度もエンジンを修正して実験した。最終的にシリンダーヘッドのバルブは初期型の5から4に変更された。並列4気筒エンジンは伝統的な スクリーマーエンジンでクロスプレーンクランク90度以降で27018090180の不等感覚爆発であった。この点火順序は V4 エンジンの向上的な運動エネルギーを模倣し、これによってエンジンのトルク特性を大幅に向上させ、フレームとエンジンは接続位置がわずかに変更された。これによって M1 はコントロールしやすいマシンとなり、 コーナー脱出し速度も向上した。冬の間の必死な開発とテストの後、カタルーニャで行われたルタのテストで、ロッシュと M1 は BMW の車に勝ち、チームは正しい方向への重要な一歩を踏み出したことを世界に示した。恒例となっていた鈴鹿での日本 GP が安全性の問題のためツインリンクも手に入れ行われることとなり、2004年シーズンの開幕戦は、 南アフリカのウェルコムで行われることとなった。注目に値するこのレースで、ロッシュは優勝を遂げ、批判者たちを沈黙させるだけではなく、二つの異なるマニファクチャラーで連勝を遂げた初のライダーとなった。ロッシュはこのシーズン9勝を挙げ304ポイントを得、タイトルを獲得した。ホンダのセテジベルナウは257ポイントで、ランキング2位。 マックス・ビアジは217ポイントで3位となった。したがって2004年シーズンはロッシがバイクの性能ではなく自身の才能でタイトルを獲得したことを証明した。彼は GP レース史上で大きな業績を成し遂げた。いざ M1 とロッシのコンビは2005年もシーズンを支配し、ロッシはホンダのマルコ・メランドリに147ポイント差をつけてタイトルを獲得した。 ロッシは後に2005年型の M1 はこれまで乗ったマシンの中で最高傑作であると語っている。バレンティーノロッシのイザざ M1、2006年、M1 はシーズン開幕戦からチャタリングで悩まされ、2006年シーズンはヤマハにとって問題含みであることが判明した。開幕から3戦連続ですべてのヤマハライダーが苦しめられ、それは、 ウィンターシーズンのうちに開発された三つの大きな機能が原因であると考えられた。すなわち、大幅なエンジンパワーの引き上げと、新たなより硬いフレーム、粘着性のコンパウンドと海底版のプロファイルを持つ、新しいミッシュランタイヤが絡み合ったものであった。三つの開発がほぼ同時に行われたため、通常であれば一つの開発につき、最新のテストが行われるが、それが、 おろそかにされた。そして、この問題を理解し解決するため、シーズン序盤の多くの労力が費やされた。ヤマハと、ザざ M1 の開発の遅れは、バレンティーノ・ロッシのシーズンスタートの不調の原因となった。予選における低いパフォーマンスと不運のため、ロッシはシーズン半ばに手首を負傷し、その苦難は増していった。しかしながら、シーズン後半に、M1 の問題は、 実質的に根絶された。そして、ロッシは、ポイントリーダーのニッキー・ヘイデンとの間にあった大きな、ポイント差を削減し、第16戦には逆転し、ついに、ポイントリーダーとなった。最終戦のバレンシア GP でロッシは、スタートに、失敗、5周目に転倒して、最下位まで沈む。一方のヘイデンは、安定した走りで3位に入賞。 ロッシは追い上げたものの13位でフィニッシュし、ヘイデンが逆転でタイトルを獲得した。ロッシは5勝を挙げ、ヘイデンは2勝しか挙げなかったものの、ロッシにとっては最後まで不運に見舞われたシーズンとなった。2007年に再びレギュレーションが改定され、モートジッピーマシンの排気量は 800cc に縮小された。990cc マシンの最高速度は210。 マイルパーアワーにも達しており、この改定は増加する速度を減らす目的であった。したがって、イザー M1 は 800cc で開発が続けられることとなった。2007年のプレシーズンテストで 800cc エンジンを搭載した新型イザー M1 は 990cc を搭載した旧型よりもストレートにおいて、逆説的に速かった。イザー M1 は よりハードなブレーキング、クイックなハンドリング、コーナースピードの高速化及びより扱いやすいトラクションと2007年も正常な進化を遂げ、前年型より発展していった。2006年前半に、いざ M1 を苦しめたチャタリングは 800cc への切り替えで取り除かれた。ヤマハファクトリーチームのメインスポンサーはキャメルに代わって、イタリアの自動車メーカーであるフィアットとなり、車体の色も 特徴的な黄色から青へと変わった。チームは青と白のカラーで走らせ、シーズンを通していろいろなカラーリングを採用することをほのめかした。2007年シーズンはファクトリーズカティを走らせたケイシー・ストーナーが獲得した。2008がタイザー M1 はモートジッピーで最高のオールラウンドマシンとみなされた。ロッシは2位に記録的な差をつけて2008年の世界タイトルを獲得。 シーズンを通して表彰台を支配した。チームメイトのホルヘロ・レンソはポルトガル GP でルーキーとして初めての M1 による勝利を成し遂げ、シーズンでは6度の表彰台を獲得した。ロッシシをはじめとする多くの人々が、いざ M1 は2008年シーズンにおいて、ケイシー・ストーナーのドゥカティとの熱い戦いで最高のマシンであることを証明したと述べている。 2002年から2007年まではワークスチームはミシュランタイヤ、サテライトチームはダンロップタイヤを使用していた。しかし2006年及び2007年シーズンでのミシュランの開発力不足からワークスチームエースライダーのバレンティーノ・ロッシはブリジストンタイヤを使用することを決定し、またサテライトであったテック3ヤマハチームは2008年よりセミワークス扱いとなり、 長年開発を行ってきたダンロップからミシュランにタイヤメーカーを変更すると発表した。これにより2008年はフィアットヤマハのロレンソとテック3ヤマハのエドワーズ、トスランドの3名がミシュランを、そしてフィアットヤマハのバレンティーノロッシー1名がブリジストンを使用。このため同じフィアットヤマハのロッシュとロレンソは互いにタイヤメーカーの情報漏えいを防ぐためにチームメイトでありながら、 別々のピットを使う体制でモートジッピーに臨み、結果的には、ブリジストン・ミシュランの両方で勝利を上げイザー M1 のポテンシャルを証明した。2009年はタイヤのワンメイク化があったが、2008年のシステムがうまくいったこともあり、以降もピットをパーティションで分割し使用し続けている。ブリジストンは2015年シーズンをもって撤退、2016年シーズンからは、 ミシュランのワンメイクとなっている。世界タイトル獲得回数、7、バレンティーノ・ロッシ、2004、2005、2008、2009、ホルヘロ・レンソ、2010、2012、2015、優勝回数、101、2002、アジー、2、2004・ロッシ、9、2005・ロッシ、11、2006・ロッシ、5、2007・ロッシ、4、2008・ロッシ、9、ロレンソ、 1-2009ロッシュ、6ロレンソ、4-2010ロレンソ、9ロッシュ、2-2011ロレンソ、3スピーズ、1-2012ロレンソ、6-2013ロレンソ、8ロッシュ、1-2014ロッシュ、2ロレンソ、2-2015ロレンソ、7ロッシュ、4-2016ロレンソ、3ロッシに現在進行中。ありがとうございます。